大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、前回と引き続きまだちょっと風邪が治らない状況というか、まあ、前回と同じ日に撮っているのでこんな状況ですが、やっていきたいと思います。女性40名、女性レスラー40名の祭典クイーン・オブ・クイーン初代王女決定リーグ戦ということで、現在見ていただいているのが、ランキング表ですね。 A ブロック、 B ブロック、 C ブロック、 D ブロックということで、本日も4試合お届けしてまいります。ライオネス・アスカ対 A ブロックですね、ライオネス・アスカ対スターライト・キッド選手の試合からいきましょう。ファイト。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスティーム版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアクレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクの西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、まあ、今回40名参加の女子の祭典ということで、初めてこの架空ファイプロ団体 WMW としては、女子のベルトを作って、そこを誰が初代王女、これ女王の方が良かったんかなってね、何度も多分ずっと思うことになるんでしょうが、もう王女で押していきましょう。はい、ということになります。で、今回2回目ですね。試合ルールの方に関しては基本ノーマルルールの30分1本勝負、40名が10名ずつのブロックに4つに分かれて、上位2名が、決勝トーナメントに進出という方式にしております。試合ルールは30分1本勝負の5点方式、ただしサブクレフェリーが、女子レスラーということで阿部史郎さんエディットしてみました。っていうかもう前からいるんですけどね。でこの阿部史郎さんが何しろ動きも早い、カウントも早い、倒れて起き上がるのも早いのかな。というわけで3カウントがかなり、決まりやすくなる、ある程度の技でもカウント 2.9 まで叩けるというような状況になりますので、前回ね、年末タッグリーグの方がその好対照であるカウントが遅い城樋口さんだったのが逆に今度早くなるということで、城樋口さんの場合は30分1本勝負、しかもまあタッグリーグということだったのでタッグ戦なので、時間切れ引き分けということがありましたが、こちらはまあ30分以内で大体型がつくだろうと、いうことで思っております。また今回の4試合でそのシーンが見れるかどうかは分かりませんが、失礼、時間じゃない、リングアウト勝ちですね。あまりにも場外カウントが早すぎて、ちょっとタイミングがずれるとリングアウト勝ち、もしくはリングアウト負けになるという展開ですね。なので、基本3カウントおよびギブアップでの勝利は5点、あらゆる負けは0点で、時間切れ引き分け両者リングアウトは2点ずつを分けますが、このリングアウト勝ちで、4点しか入らないという、この1点少ないルールというのが、どう影響するかは楽しんでいただけるのではないかと、思います。さあ、というわけでこの2人ですね、長与千草とライオネス・アスカを別のブロックにして、よかったこのね、このスターライト・キッド選手はこの掛け声だけでも存在感が、あるかもしれませんね。昔じゃないな、過去の動画をねずっとご覧いただいている方、この架空ファイプロ団体 WMW に初めて女子レスラーが上がったのがきっかけとなったのが、ファイプロワールドのダウンロードコンテンツで発売されたスターダムとのコラボで導入された10名のレスラーですね。で、まあそのスターダムのレスラーごめんなさい、スターダムのレスラーと、レジェンドレスラーたちと10名で、こう対抗戦を、シングル対抗戦をやろうということで、結果圧勝ではあったんですけども、このスターライト・キッド選手が、唯一白星というか黒星というかな、
黒星をつけた。スターダム側で唯一勝ったのがこのスターライトキッドだけ、唯一負けたのが風間ルミということでしたので、もしかするとというところではあるんですよね。で、あの今回スターダムのレスラーで、ダウンロードコンテンツで導入されたレスラーたちについては、エディットポイントを160にするという変更は手は加えましたけども、それ以外の、ロジック技などはほとんど変えていない、全然変えていないんじゃないかな、もうそのままにしていますので、このロジックということで考えると、この風間ルミに勝ったロジックを持つスターライトキッド、もしかするともしかするかもしれないというところですね。で、まあ、今回ね、何ですか、その、ブロック分けについてはどうしようかなといろいろ悩んだんですよ。まあ、最初、スターダムも10名だし、まあ、40名ということは 10名の4ブロックだから、10という数字を考えると、レジェンドレスラーばっかり10名集めて、スターダムのダウンロードコンテンツで入った10名を集めてとかみたいなこともちょっと考えたんですけどね。でもあんまりそれをするとちょっとこう面白くないような気がしたんで、できるだけ散らばるようにということで、やったんですけども、もしかしたら、いや、なんでここ一緒なんとかって思われる方がいるのかなと思いながら、まあ、もうそれはしょうがないですね。ある程度ばらけて、まあ、これでいいかというふうになっておりますということです。だからレジェンドレスラーも、散らばって、もともとスターダムのダウンロードコンテンツのレスラーも散らばって、あとはまあ色物である、ヒロコ、サクラ、カイザーも別のブロックにしてた、まあ、その辺はいけたかなと思いますかね。おお、旋回式、おお、ブレイクになりましたけど、今ちょっとヒヤッとしましたね。今の旋回式、ムーサルトプレス、じゃあ旋回式の何でしたっけ、旋回式の、あ、フロッグスプラッシュですね、がスターライトキッドの必殺技で、これも、まあ、こんな言い訳したら良くないんでしょうけどね、あの女子レスラーを、ずっと40名この企画をするために作るっていうのをずっとやってたのは、もうちょっと前なんですよね、数ヶ月とまで言われた、まあ、まあ何週間か前になるので、その頃作った気持ちをなんかこう忘れてしまって、あれ、なんでこんな技装備してんのやろとかっていうのは、あります。なぜこのレスラーはこんなパラメーターなんだろうとかっていうこともあります。それを言い訳に今なんとかしようとしてるわけなんですけども、お、これはどうだ、うわー、決まってしまったやはりスターライトキット、これはちょっと侮れない存在、ダイオネスアスクが負けることは許されんと、レジェンドはいきなり大こけ。いやー、これは分からんくなってきたぞ。いや、ただね、この LS クレロっていう技はね、決まりやすいんですよ。3カウントとの相性もいいんですよ。ね。まあそういうことで、試合時間14分56秒、LS クレロで、スターライトキッドが、ライオネスアスカから3カウントを奪った試合でした。やっぱり、安倍四郎カウントは早いということですね。まあ、別にね、これどっちかにね、あ、しまった、まあいいか、どっちかにこう、なんていうんですか、あれをやってるわけではないんですけどね、肩入れをするという、まあそれも、まあ後で話しましょうかね。というわけで本日の2試合目、その相方である、クラッシュギャルズの相棒である、長与千草対ジャングル、今日なでしたね。はい、行きましょう、試合開始です。このレフェリーについてもね、ファイプロでは昔からエディットが、できます。歩くスピード、移動スピードとカウントするスピード、あとはタッグの時の干渉する時間でしたっけね。あとはパートナー、に早く出ていきなさいっていう時間とか、なんかそんなんがありましたよね。それをこうある程度いじることはできるんですけども、こっちのレスラーにはなんかこうひいきするとか、
なんかそんなんもできたら面白いんじゃないかというコメントなんかもいただいてましてね、確かにそうなんですよね。軍団お抱えのレフェリーみたいなのができたら、多分そこで紐付けさえすればできないことはないんでしょうね。ただまあ今現在、ダウンロードコンテンツで発売される予定なもののところにレフェリーのレの字も一切出てきてませんのでね、これに関してはね、モッドですかね、あれを導入すれば、できるのかもしれない。まあ僕は以前からもう何度も申し上げてますが、モッドについてはもう全く、無知なものですからね。いや一番いいのはそのモッドを Steam っていう、まあまあこれはパソコン版、Steam 版、もう一方が、プレステ版、プレステ4版ですね、なんですけども、この Steam にはワークショップって言って、そのレスラーをダウンロードできる機能がついてるんですね。で、これって他のゲーム、他の普通の Steam で発売されてるゲームは、そのワークショップでモッドもダウンロードできるという機能になってるんですよ。だからまあ公式が、まあ、スパイクチューンソフト自体がそのモッドの開発というか存在ですね、認めないとそれは無理なんでしょうね。無理なんですよ。無理なんだけども、それができると僕みたいな英語音痴でも、導入がめちゃめちゃ楽なんですよ。ただまあ今のところ認める気ないやろな。スパイクチューンソフトは以前そのことはもうはっきり明言してたんですよ。松本智蔵監督がね、もうだいぶ前になると思いますけども、そういうモッドがあることについては認識をしているけれども、それはもうこっちは認めませんと、その方と話して、あ、こういう風に開発してるんだとかっていうことを聞いたりするところまでやってますけどねみたいなことを言ってたと思いますね。視点、このファイプロ特有のこの斜め上から見ると言ったらいいんでしょうかね、リングを横じゃなく斜めに置くというこの独特の視点じゃなくて、観客席から見てるようなちょっとこう視点を下げるって言ったらいいかな、斜め上だったのを、下げるという視点でできるモッドとかもあるんですよね。あの時に多分その話をされてたと思うんですよね。それについては非公式として、公式としては認めませんというようなことでしたからね。まあそれはしょうがないでしょう。まあでもね、この正月始まって、一生ファイプロ宣言を一応してみたわけですけども、した途端に風邪をひくというファイプロほとんど今できていないという状況で、まあ有言不実行やなと思いながらですけども、まあまあね、ちょっと体調を良くして、まだ作らなあかんレスラーもねたくさんいるんで、またそれをやりたいと思います。さあというわけで試合の方に集中していきましょうかね。ちょっと長与千草が押されているような、うわこれはちょっとクラッシュギャルズいきなり揃っての敗北か、しかもそれが相手が、スターダム勢に若手にやられる。先日ね、長与千草選手は、その自分の団体をもう捨てるじゃないけども、そこを離れて、女子プロレス界を活性化させるために、そしてスターダムと並ぶために仕掛けていきますというような発言をされてましたからね。あれでもその後何のあれもないですよね。今のところ音沙汰がないっていう言い方はまだまあまあ早す気が早いのかもしれませんけど。さあというわけで間もなく10分、ちょっとこれは長与千草が押されているか、いやーバック取られて返されたで、こっちも決められる。勢いがやっぱりありますね若いやつは。さあカバーに入る、わあカウント2-9、いいですね。やっぱり阿部志郎のカウントはそれだけ早いということ。さあドラゴンスリーパー、あ今ギブアップ聞いて一瞬で終わりましたよ。おランニング3、ランニングパワーボムですね。この技をね、僕ねランニング3っていう技に必殺技を変えてなかったような気がするんですよね。
まあ後の祭りです。もうリーグ戦の途中はもう変えずに置きましょう。ファイプロ的な名前のランニングパワーボムに、と言います。なってます。うわー、ちょっとまずいぞ。いいようにやられてる感じですね。さあ、エルボ一発で状況をひっくり返すことができるか。もちろん私がエディと、おー、スパレからカバーに行くが、うわー、まだやっぱり 2.9。 さあ、もう一発行く。ただこれは場所がちょっと悪い。動かした分だけ回復される。いや、もうあえて、あー、なるほど、サソリ固めで行く。この阿部史郎のレフェリングの試合では、もしかするとギブアップを取ることの方が、難しくなるという、あ、ここですね、なる可能性がありますね。これが早いんですよ。ちょっと気を抜くとね、リングアウト、両者リングアウトとか、リングアウト負け勝ちになりそうなんですね。その辺がちょっと今回は僕は個人的に面白いなと思ってるんですけどね。そこまでいかないか。うわー、マス、これもギブアップ取れるんでしょうけど、めったに取れないですね。エアプレーンスピン。さあ、ドラゴンスクリューから、いや、足攻めにはいかない。完全にジャングル強なの方が手数は多いですね。さあ、パワースラムが決まる。これはどうだ、返せるか。うおー、カウント 2.9。 さあ、長い打ち草、このまま押し込まれるのか。あー、どうだ、同時めスリーパー。やっぱりギブアップはなかなか決まらないか。さあ、ここでリング中央に持っていって、立たせてバックを取って、あー、これでなかなか決まらない。さあ、試合時間は16分経過。ハイキック。さあ、気合を入れて正面から組みますが、これは返される。やっぱりこれがあるからバックを取った方がいいのかなと思いますけどね。長打ち草は相手がフラフラの時に正面から来るっていうロジックをわざと入れたっていう記憶だけはありますね。デスパレム、あー、しかし、あれ、なんですぐ上がって立ってくんのよ。上がってくるってないやん。さあ、エルボーの連打からバックを取られて、うん、そのまま、あー、正面に取る。デスパレーボムでまた返す。うーん、長い内草がカバーに行けない。行けるか。いや、行かない。うおー、こっち一進一退の攻防。でもなんか、あえて落とすところを見るとちょっと優しく感じますよね。あー、決まった。きっちりスリーカウントではなくギブアップを狙った長与千草。まあ、ギブアップでも勝てるということでしょうね。スリーカウントの方が多分勝ちやすいけどもということになるのでしょう。長与千草、ごめんなさい、試合時間18分32秒、 STF で長与千草がジャングル強なからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 93%。 ここでブロックが分かれた、ライオネス飛鳥と長与千草の戦いも火花が散るというようなところですかね。はい、では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日の3試合目となります、花月対橋本千尋ということでね。では試合開始です。ファイト。いきなりですがちょっと黙ります。いきなりですが黙ります。この橋本千尋というレスラーをご存知の方はの方が多いでしょうね。多分有名、女子レスラーの中では、有名、もともと
所属は仙台ガールズ、里村芽衣子選手のところですよね。で、もともとレスリングをやっていた、方で、で、仙台ガールズに入る。あとは、今は DDT とかでも、DDT の普通の DO でしたっけ、男子レスラーの中のに混じって、試合をするというのをやってたはずですね。まあ、そこで、やってのけた1勝か2勝ぐらい開けてたんじゃなかったでしょうかね。で、あのね、まあそのレスリングのスキルを生かして、必殺技がオブライト、ジャーマンスプレックスホールドなんですけどね。これがね、よくできてるって言い方はあれですけどね、個人的にはすごい好き。多分その話ね、以前したことあると思うんですけどもね、すごい好きですね。もちろんまあその強いか弱いかどうかについては、ちょっと今回リーグ戦で試してみないといけない部分、勝ち抜くというか、リーグ戦をこなしていかないとはっきりとした結果は出ないんですけども、個人的にはこのバックを取った時のヒリヒリ感というか、ゲイリー・オブライトのようなジャーマンが出る。で、今回、ジャーマンスプレックスホールド、ファイプロでいうところのハイブリッジジャーマンですね。あの綺麗なジャーマン、なので3カウントを取りに行けます。それでダウンを奪うとかダメージを与えるとかっていうのが目的ではないんでね、3カウントを取ることが、目的のジャーマン を使いますので、この今回の阿部志郎レフェリーとの相性は間違いなくいいんじゃなかろうかというわけで、僕はかなり期待しています。個人的に単純に好き。まあまあここでも、女子でもやはりゴツゴツ系は僕は好きだなと。ただなんでしょうね、そのゴツゴツ系やけどただでかいだけっていうのはなんかあんまりっていうね、まあヘンテコリンな性格なんで申し訳ないですね。ひねくれてるのは仕方がないということなんでしょう。アンモノジャクとでも言いましょうかね。なので、ちょっと今回この C ブロック他に誰がいてたっけ、いやー豊田真奈美とか井上京子とかね、ね、こう言いますけども、ちょっと橋本がどこまでやってくれるか、期待したいと思います。さあいきなり大技で来てますね。この花月選手も、引退をもう表明してるんですよね。スターダムで年末、昨年末葉月選手が、引退をするという唐突の発表があって、で発表をして引退試合、引退興行みたいなのを行っ、引退試合か行った後に発言したのがちょっと物議を醸し出して、まあ簡単に言ったら中指立てて出ていくと、スターダムなんてクソだぜっていうような発言をして出ていくと。でその後すぐにこの花月選手も引退っていうようなことだったので、これは、そういうことではないのと。そういうことっていうのはスターダムに対して、不満を持ってそのままそれを形にしたっていうことかなと思ったら、僕が見たのは本人発言で、もう前からその引退については考えていたから別に今回何かがあってというわけではないというようなことは、発言されていたので、また違うのかなとは思いつつなんですけどね。さあバックを取らせると怖いぞ。おお、いいですね。これは影選手生き生きとしたファイト、あの場外に落ちるところはいいです。そしてこのカウントの速さ、通常はだいたい点ぐらいでリング内に戻るんですけども、ほら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 、早い、僕が面白いと思うのは分かりますよね。あれちょっと遅れてたらもう一回、ああこれが出ましたね、オブライトです。さあいきなり唐突に出ましたが、あの場外カウントの速さで、ちょっと僕は今回は面白くなるんじゃないかなと思ったということですね。さあ試合時間がまだ10分経過したところ、
11分、この時点でもうかなりなんか盛り上がってきました。おお、フットサンプからラーマヒサラですが、これはブレイク。ダメージで言ったらどっちもどっちかな、一進一退という状況。スリーカウン本当ごめんなさい、編集でカットするつもりもないですけども、すいません、本当ごめんなさいね。いやだからね、この風邪はね治ってから収録をしようかなと思ったんですけども、まあ皆さんなら許していただけるかなという甘えでございます。本当にすいません、もうとにかく今は水分、睡眠、あと栄養、ね、しっかりとって直します。あとは1日の収録をあまり長くならないように、気をつけたいと思います。さあちょっと橋本がスタミナ切れっぽくなってきたが、いや一進一退。カケツの必殺技はこれかな、あの人はどうだ、あ違う違う、オーエドコースターや、コーナーからのスプラッシュ、スプラッシュじゃないよ、ファイヤーバードスプラッシュだったかな。さあちょっとパワーではやはり橋本千尋が圧倒している感じ。あースタミナ切れ、ここでスタミナ切れ、そこに毒切り、いやーこっちもスタミナ切れするかもしれない。そこでおお、こんな技があんねや、これはカウントが入る、どうだ、うわー大逆転と言っていいでしょう橋本、マスクの西岡推しの橋本があっさり、いやーこれはやるな、か月最後のフィニッシュへの動きは良かったですよね。毒切りかましてからのハイアングルチョークスラム一発で、しかもロープ際だったんでブレイクしてもおかしくないような状況。いやーまあスタミナ切れ起こしてたのもあるかもしれませんね。試合時間14分42秒、ハイアングルチョークスラムからの背面式片指固めで花月が橋本千尋から3カウントを奪った試合でした。いやお見事としか言いようがないですね。試合評価は 93%。 はい、では次の試合に行きましょう。はい、というわけで本日最後の試合となります。4試合目は工藤めぐみ、工藤めこと工藤めぐみ対紅夜叉バリバリ姉ちゃんですね。では行きましょう、試合開始です。この女子レスラーを作るやなんやかんやのこう動きが始まった時に、どのレスラーをうんぬんで、紅夜叉を僕は好きなんですよねっていう話をしたりしてて、でいろんなこうお客さん視聴者の方とのやり取りの中から、西岡さんって巨乳好きですよねってすごいこう、ストレートな質問というか、大正解を見つけられたことがありましたけどね。間違いなくそうですね。この紅夜叉さんもこれはさらしをね巻いてるというコスチュームが、あれはでも違うかったかな、さらしを巻いとかないと大きすぎるから動きづらかったとかっていうのがあったからっていうのを後で後年喋ってるみたいなのがあったんですかね。まあね、何度も何度もこの動画では触れてますけども、北斗晶とのシングルマッチ動画でも見れば、 YouTube でね見れますけども、あれは本当に今見てもいいですよね。まあ、もちろん北斗晶が、素晴らしいこうプロレス頭を見せつけるという動画なんですけども、まあ、それを紅夜叉があれだけこうやられっぷりを見せたから、歯向かっていくからっていうのも、あるからじゃないかと、欠かせないというかねという意味はあるんじゃないかなと思います。だから逆にというか、僕的にはこのね今回エディットするときに覚えてるのは、紅夜叉はなんかなんとなく簡単に作れるというか、自分でこんな風にやろうと思ってたんですけど、工藤めぐみがね意外とどうしたらいいかよく分からなかったっていうのがなんかすごく覚えてるんですよね。
もちろんその邪道姫と言われたぐらいその FMW で、女子初のノール女子鉄線電流爆破デスマッチとか、みたいなことをやったコンバット豊田とでしたかね、という偉業もやってる人ですからやっぱすごかったんですけども、あんまりなんかすごい思い入れがあったわけじゃなかったっていうのもあるんですね。工藤めぐみ、だったらコンバット豊田の方が僕はまあそうなったらね、シャーク土屋はなぜ作らないんだっていう声もコメントでありましたけども、コンバット豊田作ったらシャーク土屋は僕の中でまあ当分の間いいやみたいな感じになると、同じタイプのねレスラーをエディットするのはね飽きるんですよ。だからしばらくしてからまた作るっていうのはあるかもしれませんけどね。だからいろんなタイプのレスラーをっていうようなことになると、まあ当然この工藤めぐみはデスマッチに強い、流血に強いとかっていうエディットをした覚えがあるんですけども、ただ残念ながら、通常のルール、通常のリングなのでどうしてもそれが、表現できないかもしれない。工藤めぐみについては今回あまり勝てないんじゃないかなと僕は思ってたり、します。まあそれはね、クレナイヤシャも一緒ですよね。この2人は実際に、シングルを戦ってた動画が確か YouTube にありましたね。この2人を作るときに参考資料で、いろいろ動画を見回ってるときに、どっちだったっけな、 FMW のリングに上がってきたんかな、クレナイヤシャが。いや逆やったか、まあどっちでも動く人たちですからね。その時は確か史実に基づくとっていうやつでいくと工藤めぐみが、余裕で勝つ、余裕を見せつけての勝利というようなことになったはずです。ただこれがファイプロの難しいところで、実際のそれを再現しようとするとエディットポイントがちょっと足りなくて、流血にも強い、普通の試合にも強いっていうエディットをしないといけないということが生まれてしまうので、まあ、それの再現になるかどうか、まあ、そう言ったらね今日の第一試合でライオンにサスカがスターライトキッドに負けたのもあるんですけども、まあその辺はもしかしたら、ロジックの妙の方になるのかな。まあ見守りましょう。個人的にはどうだろうな、工藤めぐみが強くなるようには多分エディットしたつもりなんですけどね。さあ試合時間が10分経過。このね意外とね紅矢社が締め技っていうんですかねが意外とやるんですよね。であと工藤めぐみの顔がねあんまり似てないのはもう僕のせいではないです。多分この工藤めぐみは顔はフェイスパーツとしてはスパイクチューソフトが作ったパーツの中にあったものエディットで使うようにっていうものだったような気がするんですよね。おいやーダイビングギルチンドロップはかわしていく。だと工藤めぐみのこのこう横から見ると、片方の太ももにはなんちゅうやろ、スパッツをスパッツじゃないなコスチュームをつけてて、もう片方にはつけてないっていうのが、ファイプロでは再現できないので内ももを晒すということで、ほら今片方しか履いてないようにちょっと見えるでしょ。今もほらこういう時は無視する、一応そういうのも再現してみましたということですね。さあどうだ、ああこれもさすがに早いけど、さすがこれでカウント5になることはごめんなさいなさそうですね。おさあ狂気を持ちましたが、これは全くほぼ関係なく
やっぱ動きがいいのがいいかな。おお、決めるぞ。裏投げからのこれね、なんかあったんですよね。あの紅夜叉がこういう技を使うっていうのがね、必殺技というか得意技にしてたんですよね。おお、これで反則取られたらまたそれはそれで面白いんですけどね。さあ、九度目が飛びつき式の DDT でちょっと返していく。ダブル、ああ、これが九度目ドライバーでしたっけね。これがね、ダブルアームで持ち上げてそのままこういう押さえ方をする技がないんですよ。だからああいう風に2つの技でなんとかつないでそれっぽく見せていると。ダブルアームで持ち上げたらタイガードライバーみたいに、決めるやつしかないんで、ね、他あったっけな、なんかないんですよ。さあどうだ、これカウント入るぞ。おー、カウント 2.9。 さあ試合は16分経過。さあここで工藤恵がフロントヘッドロックに捉えてバックを取るか、取って、おー丸め込んだ、カウントが入る、これでも決まるぞ。うわー、カウント 2.9。 ヒヤッとします。決めるぞ。また再び、うー、今度は違う丸め込み方、しかしこれはブレイク。裏投げを決める。ダメージで言うとやはり工藤めぐみの方がダメージを負っているような気もしますが、これはブレイクになる。フィッシャーマンズバスターから正面から組んで、かきむしって走る、飛びつき式、おお、ランニングネックブリーカードロップ、ジャンピングかな。さあここで一気に工藤めぐみのペースになったか。さあバックを取って、いやー、ここも返す。さあ気合を入れて丸め込む、返されたがこれはブレイク。もう18分超えるとなかなかのロングマッチになってきますね。さあバックを取って、バックドロップでどうだ、これで決まるか、カバーにはいかない、喉落とし。さあ九度目が方法の手になるのか、先ほどみたいに逆転になるのか。さあ九度めぐみがここで仕掛け、あー、エルボー合戦、お互いこの野郎、ドロップキックで九度目が制して、さあ残り試合時間が10分。さあこのコーナーの攻防が分けるか、いや逆さずり、九度目苦しそう、スタミナは大丈夫か。さあロープに走って DDT が決まる、これは大仁田譲りの技ですよね結局ね。さあ丸め込んだ、決まるか、あーやっぱちょっと決まらんか、リング下やったら。さすがの阿部史郎でもリングの下は無理。さあ再びダイブしてボディープレス、お、もう一発いく、ギロチンドロップも決める、後頭部に、ここでカバーに入る、お、これはどうだ、おーすげーまあこれなら納得でしょう。最後のあのコーナーからのダイブ2連発をきっちり決めたということで、紅夜叉見事にやってくれましたね。試合時間21分25秒、ダイビングギロチンドロップからの片指固めで、紅夜叉が工藤恵美から3カウントを奪った試合でした。試合評価 97% ですね。はい、じゃあ、今回はあのお手製の星取り表はないので、これを、これ怖いな、いつもやけど、ランキング表を見てお別れしましょうかね。 A ブロックの方についてはこうなりました。スターライトキッドが、白星発進と、ライオンにサスカは黒星発進、一方長与千草は白星発進と、クラッシュギャルズのここで差がついてしまいましたが、これは私の好き嫌いではありませんからね。ライオンにサスカも別に嫌いではないということで、あと花月が大逆転、私推しの橋本千尋が初戦敗退と、で紅夜叉が、工藤めぐに勝っていきなり、史実から基づかなくなってしまうという結果ですね。
はい、というわけで、今回も4試合お届けしたのでこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、このペースで1ヶ月半ぐらいのんびりやっていきますかね。まあまあ、あの声の調子が戻ったら、もうちょっと試合数増やすかもしれませんけど、まあのんびりいきましょう。ということで今回はこの辺でお別れです。ではまた。